こんにちは、トミです。今日はショートにしてからの毎日メイクをご紹介したいと思います。髪型が変わってメイクも少し変わったので、よければショートの方ぜひ参考にしてみてください。ではどうぞ。はい、では早速メイクをしていきたいんですけど、ショートにしてからメイクで変わったポイントをお話しすると、やっぱりショートにしてから着る洋服も結構変わったんですよね。あとは髪型と髪色も変わったので、リップの色だったりとか、リップと洋服って結構大事だと思うんですけど、なので最初に洋服を決めたりとか、今日は黒っぽい服を着たいなとか最初に想像しながらメイクをするようになりました。あとは薄すぎるとちょっと男感が、メンズ感、少年感が出てしまうので、そういうところも気をつけてメイクをするようになりました。はい、ではメイクをしていきたいと思います。今は下地とファンデーションが終わっている状態です。ではまずは眉毛から描いていきます。私は今若干お眉が伸びて、まだ若干お眉なんですけど、眉毛ギリギリぐらいの前髪です。なので眉毛はちょっと見えるのでしっかり描いていきます。実際の眉毛がこんな感じで、ちょっと埋めたいところにパウダーで出していく感じです。変わらず RMK 使っています。では描いていきます。はい、まずは眉尻から出していきます。私はこことここの色を混ぜて使っています。眉頭はがっつり描かずにちょっと撫でるぐらいで、やっぱり昔の写真を見ると若干変わってるんですよね、眉毛が。年々変えてるつもりはないんですけど、一時すごく太くて、まあ、今も太めなんですけど、太くて濃い時期がありました。細い時期はあんまないかもしれない。中学生ぐらい私は太眉の一直線が好きです。でも三角眉も好きで、一時結構三角眉ですねって言われたんですけど、でも今でも三角眉は好きです。そしたらある程度描いたら細い方でちょっと埋めたいところ部分的乗せていきます。私はペンシルはそんなに使わないです。左右対称になるように描いていきます。でブラシ、スクリューブラシで若干ぼかしながら自然にしていきます。マスカラ、デジャブのナチュラルブラウン、はい、こんな感じ。そしたら眉毛が完成です。はい、では次アイメイクをしていきます。結構日によってメイクは変えるんですけど、一番ここ最近でよくするメイクをご紹介したいと思います。はい、では最初アイホール全体に、はい、じゃん、ナーズのオーガズムのこっちのここの色を薄く上まぶたと下まぶたにものせていきます。ここはピンクベージュなんですけど、ちょっとベージュ寄りなので、ピンクって結構抵抗ある方は抵抗あると思うんですよね。でもこれはすごい肌なじみがいい色だから、割と多分誰でも似合う色だと思う。はい、そしたら下まぶたにも薄くのせていきます。今日は全体的にピンクベージュプラスちょっとポイントでメイクをしていきます。はい、
全体的に塗りました。こんな感じ。はい、そしたら次、はい、先ほどのオーガズムの今度はここの色味、ちょっとゴールドっぽい色味を上まぶたの黒目の上のところに優しくのせて、こんな感じでのせたら、私は手でなじませます。こんな感じ。そうすると立体感が出て女性らしい目元になります。反対側も真ん中にのせてぼかす。こんな感じです。はい、そしたら次、はい、こちらアニベンのマルチスティック、これはフェイディルピンクを使います。これはスティックになっていて色味はこんな感じです。このすごいところはマルチスティックなので、アイメイクでもリップでもチークとしても使えるんですよ。めっちゃすごくないですか。すごく万能で、私これだけでメイクすることもあるぐらいこの色味が一番好きで、3種類あるんですけど、私はこのフェイディズピンクが一番使いやすくて好きです。これをこの二重のところに塗って手でぼかします。わかりますか。で、これは下まぶたにもちょっとのせて手でなじませると、目元が一気にじわっとした目になって可愛い目になります。違いわかるかな。こんな感じ。反対側もこの色も本当に使いやすいと思う。こんな感じ。わかりますかね。すごく可愛い色です。これは遠くで見るとこんな感じです。すごく大人っぽいけど女性らしい目元になりました。次に先ほどと一緒のアニベのマルチスティックの今度はルーディーオレンジの色味、こんな感じの色味です。結構赤っぽいオレンジ。これを本当に少しだけ目尻に引きます。目閉じてこんな感じ。わかりますか。この目尻の際のところにちょっとオレンジが入っていて、アクセントになって一気に女性らしくなります。これを太く引いてしまうとちょっと奇抜になってしまうので、本当にちょっとこんな感じ。近くで見るとすごく引いてるのがわかるんですけど、その時にすごい可愛いなって思うと思います。このマルチスティックが優秀すぎてめちゃくちゃ引きやすいし、色も可愛いので、次これリップにも使うんですけど、本当これとこれだけで足りるぐらい万能アイテムです。なんか持ち歩く時とかもパレットだとちょっとかさばるし、筆とかも持ち歩かないとだけど、これはサッと出してすぐ引けるので持ち歩きにもすごい便利です。で、あとはマスカラ。目元がちょっとカラフルなのでカラーマスカラを持ってくるとちょっとうるさすぎてしまうので、私は黒のマスカラを使っています。メイベリーのブラウンのマスカラでも可愛いと思う。私はマツパをしてるのでそのままつけていきます。でもこれも何度も重ね塗りっていうよりはさっと塗るぐらいで私は十分だなと思います。なんか私は顔が薄いのでマスカラしても全然奇抜にならないんですけど、もともと顔が濃い方はマスカラとかなくても全然いいと思う。はい、私は下まつげには引かないです。はい、では次にハイライトをのせていきます。今日使うハイライトはこちら RMS ジャパンローズルミナイザーフェイスカラー、こちらこれのハイライトを使います。これは顔の凸を本当にはっきり出してくれてみずみずしいのですごい好きなんですけど、ちょっと重いので持ち運びには向いてないなと思います。
なので家でメイクするときはこれをよく使っています。やっぱりマスクするのでここだけしか見えないじゃないですか。でそういう時にこの辺がツヤツヤしてるとすごい可愛いなと思うので、マスクをしてなかった時よりハイライトはするようになりました。はい、こんな感じ。そしたら次最後にリップです。リップも先ほど登場したこちらの2本アニベのフェイディルピンクとロディオレンジ、ロディオレンジ、私はフェイディルピンクから全体にのせていきます。この唇にのせた時の質感も好きで、マットすぎなくてセミマットみたいな感じですごい滑らかになります。唇の縦状になんか浸透して入ってくれる感じで、全体に塗ったら今度はオレンジの方をちょっと塗るだけでも発色がいいから分かりますかね。私は全体にがっつり塗るのではなくて中心に塗って馴染ませるのが好きです。こんな感じ。真っ赤じゃないから私みたいな薄顔さんでも似合うんですよね。この質感がすごい本当に好き。柔らかくなる唇が。はい、完成しました。いかがでしょうか。ナチュラルなんですけどポイントポイントですごい女性らしい目元、近くでよく見ると目元が赤いラインが入ってたりとか、なのでボーイッシュすぎないし、いろんな洋服とかに合いやすいメイクだと思います。私は冬になってから結構黒い洋服を着ることが増えて、もともとすごいカラーもの色物を着てたんですけど、今も着るんですけど黒い洋服とかにも合いやすいメイクをしてみました。いかがでしょうか。こんな感じです。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。メイク動画ちょっと久しぶりに撮ったので、ちょっと今後もコンスタントに撮っていきたいと思います。プチプラメイクとかブランド縛りとかいろいろメイク動画も出すので、よければ見てください。この動画がいいと思ったら高評価コメントお待ちしております。まだチャンネル登録してない方はぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ちゃちゃ。